愛、家族、人生、夢、ハートフルメッセージ。皆様ご機嫌いかがでしょうか。愛、家族、人生、夢、ハートフルメッセージ。21世紀に入り、世の中はますます光明を深めています。この番組はそんな時代の中、私たちがちょっと考えていきたい愛と夢のある生き方、社会の在り方を皆様と共に分かりやすく語り合っていきたい、そんな番組にしていきたいと思います。ご案内は私、片山田津です。それでは皆様、よろしくお願いします。改めまして、片山達です。皆様、明けましておめでとうございます。番組、本年も心機一転、よりハートフルに皆様にお届けしたいと思っています。さて、2014年新春番組企画は、今までの番組アーカイブから番組のライターが独自に取材など通して深く掘り下げて追い続けているテーマの中から特集します。関さん、岸本さん、2人のライターからそれぞれ番組の名場面、2つのトピックスをお届けします。岸本さんは第72回目放送、究極の愛の行動、自己犠牲の心と日本人の精神のアイデンティティの中から、小学校教師小野さつき先生について独自に掘り下げているそうです。お話を聞く前に、まずはこの回について思い出してみましょう。この回では、江戸時代、自らが治める村の民を命がけで救った出馬村の代官福井文右衛門と、大正時代、写生のために訪れた河原で教え子が溺れてしまい、助けるために命を落としたなでしこ教師小野さつき先生のハートフルエピソードをご紹介しました。ではこの場面の中から、岸本さんが担当している小野さつき先生のシーンを振り返ってみましょう。小野さつき先生は大正11年3月に宮城県女子師範学校を卒業すると、宮城県勝田郡高等尋常小学校、現在の蔵王町立宮小学校に教師として赴任し、4年生を担任していました。校長先生や同僚の先生たちからの信頼も厚く、子どもたちからもまるで母親のように慕われていたといいます。事故が起きたのは赴任して3ヶ月目の7月7日のこと。その日、図画の授業で写生をするために子どもたちと一緒に川に出かけました。気温は29度と、みんな汗だくです。屋外という開放感もあったのか、子どもたちは口々に水遊びをさせてくださいと訴えていました。さつき先生はそんな子どもたちに対して優しく諭します。写生に来たのですよ、水遊びに来たのではありませんから、いけません。子どもたちはせがみ続けます。その姿に心を動かされたのでしょう。さつき先生は、写生を終えたら川に入ってもよろしいですよ、ただし泳ぐことは断じてなりません、浅瀬で遊ぶのですよ、水遊びを許可してしまったのです。7月上旬といえば梅雨の季節、数日前から雨が降り続いて川水が増していましたので、遊泳禁止は水難事故を配慮した適切な判断でした。さて、写生を終えた子どもたちは一人また一人と浅瀬に入り、冷たい水でほてった手足を冷やしたり、
水をかけ合ったりしながら水遊びを楽しんでいます。そんな時、突然助けを呼ぶ声が聞こえてきました。先生、助けて。3人の男の子が誤って川の深みにはまってしまったのです。首と両手の先だけを水面に出してもがきながら下流へと流されています。ああ、大変。さつき先生はそう叫ぶと、袴を着たまま川に飛び込み、子供たちが流されている川下へ泳いでいったのです。二人の子供は何とか救助することができましたが、もう一人の子はさらに下流へと流されもがき苦しんでいます。このままでは本当に溺れてしまう。そう思ったさつき先生は、そばにいる子供たちの制止を振り切って再び川へと飛び込んだのでした。少しずつ子供との距離が縮まり、児童の体に触れようとしたその時です。少年の体が川底に飲み込まれてしまったのです。早くこのことを知らせてください。そう叫ぶと力尽き、川底へと沈んでいき、ついに帰らぬ人となったのでした。若き女性教師の殉職は大きな反響を呼び、弔問客が全国から訪れ、オペラ歌手の三浦玉樹は仙台公演でさつき先生が生前口ずさんでいたグノーのアベマリアを歌い、哀悼の意を表したといいます。ところで、さつき先生はなぜ危険を顧みずに水の中に飛び込んでいったのでしょうか。その答えは父正治さんの言葉から知ることができます。殉職の知らせを受けた父正治さんは、病気療養中にもかかわらず、すぐさま馬にまたがり、事故が起きた川へと向かいました。変わり果てた娘と対面した彼は、毅然とした態度でこう語りかけました。さつき、さつき。年も行かず、ろくな奉公もしないで死んだのは残念かもしれない。しかし、よくぞ死んでくれた。もし、よそ様の子供を死なせて、お前が生きていたら、申し訳がない。さつき、お前が死んでくれたからこそ、村の人たちにも顔が合わせられる。さつき、よく死んでくれた。ということで、番組のライター岸本さんとここからはお話を一緒にしていこうと思います。岸本さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今改めて聞いて涙が出そうですね。やっぱりね。そうですよね。はい、この現地に行かれたということをお聞きしたんですが、行かれたんですよね。はい、そうです。宮城のこの小野先生が、教えていた学校と、あと事故があった現場見てきたんですけど、その小野先生が教えていた学校は今宮小学校っていう名前になってて、でそこに小野先生の顕彰館っていう、はい、小野先生の遺品とか、あとは、まあ、当時の様子とかが分かるものが展示されてるんですけど、まあ、それをライターとしてこの小野先生を、まあ、テーマとして研究するために行ってきました。それを見てどうでしたか？やっぱりなんだろう、自分とあまり年も変わらないこの若い女性の先生が、まあ、子供たちのために命を、まあ、打ってその助けたっていうことを、まあ、間近に感じれました。では行かれた何かエピソードってありますか？そうですね、まあ、その毎年7月7日、うん、小野先生の事故があった日に小学校で小野先生を慰霊するそういう、まあ、会っていうのがあって、はい、で
今年の7月7日は数年に1回行われる小野先生の、まあ、大規模な慰霊祭っていうのが、うん、まあ、小学校で行われるんですけど、まあ、その時に小野先生が担当していた小学校4年生の、その、まあ、同い年の児童たちが、まあ、先生に手紙を書くっていうことが行われるみたいで、まあ、それにも、ね、今年は参加していきたいと思っています。ああ、もう参加することを決めてるんですね。はい、はい、あと他にエピソードって何かありますかね。そうですね、まあ、小野先生のことをいろいろ調べていくうちに、うん、小野先生が実はすごい男勝りというか、うんうん、女性らしさっていうよりはもっと強い意志を持った先生ということが分かって、まあ、あとはやっぱりこうやって子どもたちのために命を投げ捨てることができるっていうのが、小野先生が今まで育ってきた人生の中でそれはもう本当に当たり前のことだったんだなっていうのが分かって、まあ、小さい頃から、まあ、人のために生きることを、まあ、当然のようにやってきた先生で、まあ、それはお父さんの教育でもあったんですけど、いろいろとそういうエピソードを、まあ、掘り下げることができました。はい、ありがとうございます。はい、調べれば調べるほどね、先生の偉大さですとかお父さんの偉大さ、うん、分かりますよね。はい、でもやっぱり水で遊ぶとき本当に注意しなければいけないですよね。そうですね、今年じゃないですね、はい、去年ですね、ちょうど7月7日に岐阜県でその幼い、まあ、姉が弟を助けようとして一緒に河川で亡くなったっていうニュースを聞いて、まあ、小野先生の事故と本当に同じ日だったので、まあ、すごいびっくりして、でもこういう水難事故っていうのはなんだろう、少なくならないっていうか、気をつけてはいるんですけど、やっぱりどうしてもこういう事故が起きてしまうっていうのがやっぱり問題になっているので、まあ、そういう点でも小野先生のことを世の中に多く知ってもらって、まあ、水難事故っていうことでも気をつけてもらえるような意識をしてもらえるようになっていけたらいいなって思っています。はい、貴重な、ね、経験も交えながらお話をありがとうございました。はい、はい、今日はこの会話、岸本さんとお話をすることができました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。家族、人生、夢、ハートフルメッセージ。続いて関さんは第68回目放送、命をつなぐ救命救急、最前線で大活躍のドクターヘリの中からドクターヘリについて今も追い続けているそうです。この回では救急時の医療、
命をつなぐ救命救急についてのリポートをお届けしました。大規模な事故や災害などが起きたとき、救命救急に一役買っているのが最前線で活躍するドクターヘリ。このドクターヘリを活用して千葉北総病院は要請を受けてから15分以内に現場に到着する15分ルールで多くの命を助けられるようになりました。また日本で10番目にドクターヘリを導入した長野県佐久市にある佐久総合病院では、ドクターヘリを導入して以来ほぼ毎日出動。ドクターヘリの基地病院スタッフや消防隊、搬送先の病院、あるいは周辺地域住民の協力によって支えられているドクターヘリは、人と人とのサポートが欠かせないということをご紹介しましたが、もう一度この回を聞いてみましょう。2001年10月には千葉県にある日本医科大学千葉北総病院で日本初の本格的なドクターヘリの運用を開始し、これを皮切りに全国に広がっていきました。北総病院では2003年から2006年にかけて調査したところ、重症の外傷患者の場合、救急車で搬送された時よりも入院日数と治療費用も軽減され、さらには初期治療を開始する時間が 22.2 分の短縮につながっていると報告しています。千葉北総病院の救命救急センター長益子邦弘教授は、患者の病院到着後に診療開始する守りの医療から、患者の病院到着前の時点で医師が治療を開始する攻めの医療へと転換が始まったと言ってよいでしょうと語っています。さて、日本で10番目にドクターヘリを導入した病院に、長野県佐久市にある佐久総合病院があります。この病院は24時間365日すべての患者を受け入れるを理念に、先進的な医療設備を整えた総合病院として地域医療の中枢を担ってきました。現場での縁の下の力持ちともいえる存在がフライトナースと呼ばれる看護師です。患者の血圧や脈拍などを事細かく観察し、点滴や酸素吸入の準備など医師がスムーズに診療を進めるための処置をテキパキと行います。それだけではないんです。ドクターが治療に集中できるように消防隊との連絡を取ったり、パニックに陥っている患者さんを落ち着かせたり、患者さんの情報を家族から聞き出したりと、常に周囲への気配り目配りが欠かせません。また患者さんのそばにいるご家族にとって、フライトナースは肉親の命を託す相手になりますので、初対面での対応がその後の治療にも影響してくるといいます。佐久総合病院でフライトナースのリーダーを務める戸石主任は、まずはきちんと挨拶をし、急なことで大変でしょうが状態を逐一お知らせしますと、安心させてから処置に当たるように心がけているそうです。緊急時は誰もが動転してしまいますよね。そんな時の看護師の一言は神の救いのように感じられるのかもしれません。パイロット、整備士、医師、看護師、運航管理士の5人のチームプレーは、ドクターヘリの基地病院スタッフや消防隊、搬送先の病院、あるいは周辺地域住民の協力によって支えられています。救命救急の最前線ともいえるドクターヘリも、実は人と人とのサポートが欠かせないんですよね。ということで、ここからは番組のライター関さんと振り返りながらお話をしていきたいと思います。関さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速なんですが、はい、関さんは千葉北総病院に
行かれたんですよね。はい、実際にお正月の1月2日から3日にかけて現地に入らせていただきまして、はい、密着して取材をさせていただきました。どうでしたか？はい、一番感じたのは、はい、救急医療にはお休みがないということでした。あ、まずそこ。はい、そこですね、うんうん、あの実際にあの、ま、救急センターですので普通の外来患者さんも救急でいらっしゃるんですけれど、やはり各地の北総病院の県域にありますそれぞれの消防団の方から要請が来るとそれに沿ってすぐに出動しなければいけないし、はい、本当にもう1分1秒を争う中で、うん、こう医療スタッフたちが動いているというのを実感してきました。はい、ラジオ番組の方ではご紹介しなかった何かエピソードとか、はい、なんかそちらに行った時に何か知った内容とかってございますか？はい、あのドクターたちともいろいろお話をさせていただく機会をいただいたんですけれど、うん、その中で、ナースがおっしゃってたことで、うん、あの北総病院が初めて、ドクターヘリを導入した時に本当にもうみんなどのスタッフも右も左も分からずにどうやっていいのかさえ分からない状態でやっていたっておっしゃってたんですね。でその中で一つ一つあの自分たちで考えながら今の形を作り上げていったんですけれど、その時にあの自分たちはいかに早く患者さんの情報をキャッチして、うん、で血圧とか心拍数とかそういったものをどうやって把握して相手の状態を見極めていくのかというところをいち早く知りたかったというところなんです、うんうん、ただ実際に現場から入ってくる状態というのは患者さんがあの意識を失っている方もいらっしゃったりおしゃべりすることもできない方がいらっしゃいますので本当に情報がほとんど入ってこない状態なんですね。はい、でその中であの命の綱頼みの綱となるのが、うんうん、完成をしています運行管理室での無線でのやり取り、それだけが本当に命綱というのを実感してきました。はい、あの実際に見ていろいろ感じたと思うんですが、はい、では最後になんですが、はい、最先端医療のその現場に行って、はい、特に感じたことって何ですか？はい、あの実はドクターヘリというのは運行ルールのというのがありまして、うん、朝午前8時半から夕方日没30分前の時間帯だけが運行できるようになっているんです。ですので1分でも過ぎた時には受け入れができないんですね。で最後にあのスタッフを集めてミーティングをするんですけれど、その時に偶然要請が入って30分あの日没間際になっていたんです。で今から日没間際ですので、ヘリを出動させますと帰ってくる時に日没を過ぎてしまいますので、うんうん、出すことができないっていう判断になってしまったんですね、はい、その時、うん、一人一人のドクターそれから看護師が言ったことが救いたくて僕たちは言っているのに、うん、本当に悔しい残念だっていう言葉と、うんうん、あともう一つ今ここで僕たちが行ったら万が一事故が起きた時に二次災害が起きる、だから行くことはできないってものすごく悔しそうにおっしゃったんです、うんうん、でこれっていうのはやっぱり現在のその運行上のルールであり、どうしてもあの避けることができないことなんですね。ただあの千葉北総病院それから今日本の各医療機関で始まっていることなんですけれど、こういったあのドクターヘリの代わりに運行できない時間帯に救急医療用のドクターカーというのを用意しまして、それで対応する方向に今進んでいるということなんです。で実際にあの千葉北総病院でもラピッドカーというのを用意しまして、はいはい、ドクターヘリが運行できない時間帯を補うように少しずつ切り替えているというお話を伺ってきました。でこれからもやっぱりあの山間地域とかではすごくドクターヘリの活躍が求められていると思います、うん、でそういったものとプラスこういったあのドクターカーなどの併用で少しでもあの一人のでも多くの命が救えるようになってほしいと思いました。はい、関さんにお話を伺いました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。番組ではスペシャル企画としてスタッフも出演したラジオドラマがありました。今まで一度だけお届けした特別企画プレゼントというタイトルで始まるこの企画は第51回目の放送でした。
この話は主人公ののぞみが16歳の誕生日に父と離婚してどこかへ行ってしまったと思い込んでいた母から母の本当のことが書かれた手紙を16歳のプレゼントとして贈られるというあらすじでしたが、ドラマの中から一部を少し聞いてみましょう。のぞみ、その手紙はお母さんのことが、お母さんの本当のことが書かれているんだ。本当のことって何？お父さんやっぱり知ってるんでしょ？いいから手紙を読んでみてくれ。のぞみへ、16歳の誕生日おめでとう。おめでとう。のぞみももう16歳か。今年は高校に入学したんだよね。おめでとう。この回では初めてラジオドラマに挑戦をさせていただきました。そしてスタッフみんなで一緒になって作ったということがまず忘れられない内容なんですが、私はこの時にお母さん役とのぞみ役をやりました。その中で今回皆さんに聞いていただいたのぞみとお母さんの手紙が重なるシーンがありますよね。そこはお母さんはもう亡くなった後にのぞみちゃんに届けてる言葉なんですね。その私自身も母親なので、何か自分の娘息子と重なりながら、何か本当にドラマをやりながらお話をしながらも涙が実際に止まりませんでした。お母さんの思いってこういう思いだよなっていう感覚と、あとはのぞみちゃんがずっと父親と離婚をしたんじゃないかって思っていたのに、16歳の誕生日の時にそれが明かされて、お母さんが実は病弱で自分が生まれた後すぐに亡くなってしまったっていうことを知って、のぞみちゃんの思いもどうだったのかなとか、もういろいろ気持ちが私も頭の中に出てきて、家族ってあったかいなとかいろいろ感じることができました。普段一人でラジオでお話をすることが多いので、スタッフみんなで一つのラジオドラマができたということも本当に今でも忘れません。今後もですね、このようなラジオドラマスタッフみんなで作り上げることができたら嬉しいですね。挑戦してみたいと思います。愛、家族、人生、夢、ハートフルメッセージ。いかがでしたでしょうか。今までの番組の中からライターが追い続けている名場面、そして一度だけ放送したラジオドラマを振り返りながら新春スペシャルとしてお届けしました。2014年第1回目、最後に私を含め番組スタッフの新年の抱負とプロデューサーからの挨拶も一言を申し上げたいと思います。では岸本さんと関さんにも抱負をお話をいただきましょう。では先に岸本さん、お願いします。はい、今年、2014年は、もっと番組も発展していくと思うので、私自身もライターとしてもっと、深い濃い内容をお届けできるよう頑張っていきたいと思います。今年もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では関さん、よろしくお願いします。はい、やはりラジオをお聞きの皆さんに日本各地の情報などを皆様にこれからもお届けしたいと思います。今年もハートフルな話題をお届けしたいと思います。頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。いつも本当に私自身も勉強になっています。ありがとうございます。これからも一緒に届けていきましょう。そして私タズの抱負ですが、私はこの番組でいろいろ挑戦をさせていただいてるんですね。和歌の朗読ですとか歌舞伎の名台詞、映画のワンシーン、落語の一節まで本当にいろいろ経験させていただいて、そこも勉強になっております。今年もいろいろ挑戦しながらリスナーの皆様に
いろいろな角度からお話をしていこうと思います。これからもどうぞよろしくお願いいたします。ということで、プロデューサーからも挨拶を一言、私の方からお話をさせていただきます。ハートフルメッセージ、足掛け4年目、100回以上の放送、ひとえにリスナーの皆様、関係者スタッフの皆様のご愛顧と尽力の賜物、改めて御礼申し上げます。番組それぞれの回からお届けする内容が皆様方と共有できるメッセージになっているなら妨害です。昨年、日本を一つにしたオリンピック誘致のキャッチフレーズがディスカバートゥモロー、番組はディスカバーハートフルメッセージをモットーに本年臨んでいきたいと考えています。という番組プロデューサーからのメッセージ、代読させていただきました。今年もどうぞよろしくお願いいたします。さて、世界キリスト教統一神霊教会創始者ムン・ソンミョン氏の未来の希望についてのメッセージがあります。希望というのは現実的なものではない、未来的な夢であるが、その希望が現実的なものとして現れた時にはより多くの価値の喜びを持つことができる。それでは番組からのお知らせです。番組では皆様からのご感想やご意見をメールにてお待ちしております。詳しくは番組公式ホームページまで。アドレスは www.i-kazoku.net www.i-kazoku.net まで。また過去の番組もダウンロードしてお聞きいただけます。さらに YouTube からもお楽しみください。この番組はムン・ソンミョン氏自叙伝、平和を愛する世界人として、創芸社発行一部題材に、皆様にちょっとヒントになる人間の生き方、社会の在り方などを分かりやすくお話ししていければと思います。いかがでしたでしょうか。愛、家族、人生、夢、ハートフルメッセージ、これからも番組を通して皆様といろいろと語り合いたいと思っています。また来週お会いしましょう。ご案内は私、片山達でした。それではごきげんよう。